に込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、久しぶりに縛りプレイでやっていきたいと思います。今シーズン、そこまで難しくない。まあ、22回は結構難しいんですけども、いけそうなので、ちょっとやってみます。どんな縛りプレイかというと、アーティファクトと、エンチャント禁止でやっていきます。アーティファクトなしっていうのはね、結構厳しいと思うんだけども、まあまあまあ、とりあえず挑戦してみましょう。まあ、いけなかったらいけなかった時、よし。まあ、ランダムよりは、いやいや、ランダムと変わらんぐらい難しいな。ランダムも出るものによってはもう積んじゃうからね。でも今回のは、アーティファクト以外は選べるので、まあまあまあ普通に行きましょうか。あ、でもここパワーシェイカーないの結構きついかもな。重力一応入れとけ。どれぐらい変わるかわからんけど、だよね、ここがきついんだ。あ、でも重力意外と役に立つ。まあそれはそうか、剣のね、ほぼ必須のエンチャントなので役に立つよ。 OK、 いいね。で、ここだな。よし、あぶね。 OK、 いけるもんだ。よし、オッケー。まだ終わってなかった。オッケー。まあまあ今のところは全然いける。で、ここでまあ普通に両刃を取っていくか。いいよね。これ防具を何にするかだよな。防具、あ、ダメだ、危なそうそうそう、エンチャント禁止。エンチャントとアーティファクト禁止だった。そうだったそうだった、そうだ。エンチャしちゃダメ。あ、エンチャなしきついね。そうだわ、エンチャなしきつい。 OK、 よし、じゃあ進みましょうか。そうね、これアーティファクトなしよりもエンチャントがない方がきついのかもしれない。 OK、 まあ素の状態の能力でいくしかない。ユニーク装備は何にする。そう、ユニークがね結構重要になる気はする。あ、ああここでボーンクラブ取っていこう。はい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 。ここでボーンクラブ取れるっていうのは結構、でかい、かもしれない。大体結構後ろの方で取るもんね。ボーンクラブは。それを、序盤から持ってるっていうのは、結構嬉しい。いや、結構きついな、やっぱり。草刈りがきつい。回復しとけ。よし、エンチャントできないんで攻撃力アップの防具はつけときたいかな。そうね、防具何にするか。そうなまあ、反逆者が無難かもしれないね、防具は。で、途中になんかフルメタルみたいなのがあれば、それを持っていっていいか。まあ、反逆者かフルメタル、どっちか。で、頑張っていこう。OK。よし。あ、ここは、この装備は、
めちゃくちゃ役に立つ。よし、オッケー、5回終了。いや本当問題はね22階だと思うんだ。そこ、オッケー。22階をどうするか。あそこね、アーティファクトないと絶対きついんだよね。オッケー、よし。やっぱ痛いな、これダメージやっぱ痛い。危ねえ。でもまあ立ち位置間違えなければいけるかな。 OK、 よし、終わり。6回終了。クラブの方が好きなんだよね。どうするか。でも防具が取れないのよ、それじゃ。ダメだ。防具はいる。防具必須です。おい。まあ、星寄りでいいじゃないですか。うわ、危ねえ。ちょっと待て、これ。アーティファクトないときついね。よし、オッケー。パワーシェイカーあれば本当にバッていけるんだけど、ないと若干きつい。ああ、いや、いらんか。よっしゃ。なんかどっかでプレートアーマー見たような気がするんだよね。あれ取りたいな。あ、でもここで出ないとダメか。ここで出ないとちょっと強化ができないのでダメだよね。出て、ここで出ない。どう？あ、出た。うん、プレートにしよう。うん、の方が耐久力はあるんで、そうね、耐久力はある。ただ攻撃速度アップがないんでちょっと戦いにくくはなるけどね。うん、でもまあ防御力攻撃力申し分なし。いきましょう。あ、おっしゃ、ナイス。お、いいね、いいね、いいね。いいよ。おお。戦いにくい。バカ、わ、あいつ。まあまあ、エンダーマンにね、手を出した自分が悪いんですけど。なになに、エンドラなんかトロフィー出たぞ。今さら今トロフィー出る。オッケー、もうどこ。よし、オッケー。もうめんどくせえこいつ。よし、オッケー、終わり。で、10回終了。いらん。武器もいいか。爆発持っていきたい気もするけどもやめとこう。いや、爆発こう絶対良かったな。爆発良かったろうけども、いいでしょう。うん、弾数はまあ使うからね。しゃあ、いいね。危ねえ危ねえ危ねえ。
よし、いいんじゃないですか。あ、やっぱね、この 30% のダメージカットが強いね。うん、 OK、 これで生き残ることもあるでしょう。よし、武器変えてえな武器変えたいな。クレームはする。いや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 、そう強くないよね。いや、いい、クレームはしていけ。うん、危ない危ない。よし、OK。 うん、振りは若干早いから。うん、やばいやばい。よし、あ、危ない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 、やられるやられる。え、これ普通はどんなアーティファクト持ってた？あ、そうか、ドラとかいろいろ持ってるか、この辺は。うん、おーい、食らいすぎ。武器ミスった。いやいや、大丈夫大丈夫、いいか。あ、いや、もう乱射持っていって、でまた次で変えればいいや。うん、なんかこのクレイモア使ってるとさ、あれだね、反逆者の方が良かったって思う。攻撃速度ものすげえ重要だから。よし、 OK、 いいんじゃないですか。一気に倒す、一気には無理か。ちょっと待って、下に行くな。これ下に逃げないようにね、させないとめんどくさくなるよ。もう一回、うん、OKOK、 大丈夫。いや、倒すのにねだいぶ時間かかる。終わり、倒すのは時間かかるね。普通だったらここまだ10分経ってないぐらいで通過するんですけども、カトラスもいいけど、まあこぐでしょう。で、いつも通り16階で両刃斧か、うん、あれを持っていって間違いないんじゃない。待て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 、こいつら、ああ、もう OK。 あ、いいね、食い物出てくれて嬉しいわ。 OK。 いや、クレームは弱えなほんと。ちょっとこれミスった、当たらん？うそ、当たらんし、これ。まあまあ、弓で倒すしかないね。え、クレイムはこんな弱かった？あ、そうか、もうちょっとこうガシガシ倒せるもんと思ってたんだけども、いや、全然倒せない。 OK、 14回収よ。いない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 、取っちゃダメ。よし、まあ、あのネクロマンサーを、あっ、危ねえ危ねえ危ねえ、やっぶねえ。よし、 OK、 いいんじゃない。
いおい、あ、終わり、まだいる、よし、まあまだ順調ですね。いや、いらん、あ、ここ若干きついな、うん、もうちょっと注意しないと、あっぽー、やべえ、思いっきり食らっちゃった、まあまあまあ、いや、いやはたくさん出てくれてるんで大丈夫か、 OK、 あっ、よし、 OK、 よし、やべえぞやべえぞ、あぶね、あいつをね、なんとかしたいの、うん、ここあぶね、あぶねあぶねあぶね、よし、あ、いや結構矢が出てきてくれたからこれは嬉しい、うん、まあまあそれなりに使ったけどね、使ったけども矢が出てきてくれてこれはいい感じだと思う、いくぞ、よし、いいんじゃない、いいんじゃない、ちょっと待って、ポーション回復してないからね、そこ注意、よし、ナイス、いいんじゃない、ここ別にそんな強いやついないんで終わりだね、問題なーし、いらんで、まあまあまあ、もちろん防具を上げないとダメだね、防具上げないとやられちゃうので防具を上げていきましょう、でもう少ししたら一番難しい22回、あーでもこれそうか、大釜がちょっときついかもしんない、あ、いやいや大釜これきついぞ、あぶねあぶね、結構つらいね、いやダメージありすぎ、 OK、どうだ、いやさすがにもう防具を強化しないと無理だ、むずっ、いやこれエンチャなしだけだったりすると簡単すぎるんだろうね、これエンチャとアーティファクトを両方ってことで難しいんだ、何ついた、これ結構重要よ、あー一番いらんやつ、まあでもいいか、よし、あ一番いらんわけではないか、いや意外といいか、これはきつい、いや大丈夫か、耐久力それなりにあるんで、うんうん、炎さえ測れなければ手がせっかくの肉が、はい OK、うんうん、問題なし、でもやっぱ時間かかるね、ちょっと待て、爆発じゃない？ここは
22階はさ爆発でいこう。 できるだけ矢は節約しながら。22階ほんと敵がね多いんで爆発で一気に抜ける感じでしましょうか。多分いけるはず。爆発の火力と、はい、このフルメタルの耐久力だったらばいけるんじゃないですか。もうどうしようなこいつら。矢が1回ぐらいここで出てきてくれれば嬉しいけど出ないな。はい、では22階ですね。問題はここ。うん、よし行こう。よし、おいおい、危ねえ危ねえ、方向きついぞ。よし、あ、オッケーオッケー。あ、でもいける。オッケー、抜けた抜けた抜けた。うん、いや結構矢は使ったけどいけた。いや、痛い痛い。うん、こう矢使わないとこれ無理無理。よっしゃ、オッケー、ナイス。これいけましたわ。うん、最初のあそこを抜けれさえすればいけるんで。オッケー。あ、いや、ここもきつい。いや、でも防具が優秀すぎる。オッケー、いいね、いけるもんだ。やっぱこの防具と弓よかった。これはよかった。いや、いいか。うん、グレーブも、うん、いいかと思ったけど、いいでしょう。ああ、でもこれほんとね、うわ、やべえ、ここちょっと待れ。あ、ここ、ここきつい。ちょっと待って、これゆっくり戦っていこう。うん、ちょっとこれそのままいつも通り戦うと無理だわ。とても HP が足らない。もう、えらいこっちゃだぞこれ。バッカ。よし、オッケー。いや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 、やっぱリーフリーフをちょっと一回直撃もらったっていうのが痛すぎた。はい、あ、で工具に変えようか。うん、もう OK、 工具で、で24、ボーンクラブがそろそろ出る。うん、
ここでボーンクラブに変えれば問題ないでしょう。もうやたら食らう本当に。まあまあそうか。おちょいちょいちょい、やっぱ毒レイズすごいな、火力がえぐいえぐい。よし、いや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 、なかなか倒せないもんだね。これやべ、結構やばい気がしてきた。いける、よし終わり、よし。毒のレース意外ときつい。いらん。あー、ここは問題ない。ここはね余裕のはず。休憩ポイント。でももう火力は全然足りてない。あ、でもまあ雑魚ばっかりだし問題なし。 OK、 矢が173本、まあいけるかな、これぐらいあれば勝てこのゾンビ勝って、まあいつもならねドラがあって余裕なんでしょうけど、あパワーシェイカーか、なんもないときつい。あ、いやいいか、あいけ、あーうーん、ここも嫌だな、多分きついぞ。やっべ、やっぶねえ、もうここか。待って、これ一気に抜けんと無理だぞ。おーい、おーい、よし、 OK、 ネクロをいかに早く倒せるかが問題でしたね今のところは。 OK、 あとは問題なし。 OK、 よし終わり。でボーンクラブね、ここきつそうね。うん、あの遠距離が意外とダメージここ出してくるからね、ちょっときついか。壁になる場所もちょっと少ないんで、いやここはちょっと気をつけよう。よし、こむらせて倒すね。はい、あー、まあまあここはまだ危ねえ、絶対食らうなよ。ここだ多分きついわ。うん、この遠距離きついわ。よし、オッケー。で最後、やべやべ、よし、おっ、一応回復しとけ。まだいる、いるね。終わり、27回終了。まあまあいらんでしょう。んで28か、 OK、 もうもうボスですよ。ボスはうーん、まあ大丈夫でしょうね。ちょっときついかもしれないけど、おいってもう
メージえぐい。よし、やば、もうめちゃくちゃ戦いにくい。あ、もうこいつらバカバカ、もうめちゃくちゃ戦いにくい。いや、壁を使おうとしてもあのレイスがいるからすっごい戦いにくいのよ。ちょっと待って、もう中に入らんどこ、もうすっごい嫌。ね、もうワンパンで倒せるんで、もう距離取って確実に、ここレイスとこいつらが来るから相性悪い。オッケー、もうある程度倒したでしょ。囲まれた時のこいつらが本当にやばい。終わり。はい、いやー、やられちゃったのがちょっと悔しいな。いりません。で、もちろん武器を上げて行こうかな。はい、ラスト。ドラガネないのが結構きつい。ダメージが出ないからね。でもまあまあ落ち着いていきましょう。矢も148本、まあまあまあそれなりにあるんで。おい、もう、ちょっと待って、嘘、当たった、真横まで移動してたけど若干入ってたか。いや、もうやられちゃダメだ。よし、 OK、 ちょっと気をつけましょう。うん、これ振り下ろしてもらったらもう完全にアウトだからね。よし、 OK、 注意して、ダメージは注意していこう。いやー、一発一発が結構しょっぱい。一発の攻撃が全然入らん。あー、うんうんうん、弱点露出するといけるにはいけるけども、まあこんなもんか。よし、オッケー。ちょ、待って待って待って、待てよ。あ、こいつ、待て、いける、よっしゃ、終わり。あー、まあまあまあ最後ちょっときつかったけどもういけましたね。時間かかった、いや時間かかるよ。いや報酬良くないですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。